とね、前回の続きをね、やっていこうかなと思っております。ここはですね、ムンブルクの地下を作っている時なんですね。ディックについていってね、敵の戦況を見に行くところだったんですけど、ディックだけ先に行かせて、そのままほったらかしております。どうせね、魔物の仲間になっちゃうやつですからね、どうだっていいですよ。一人でね、仲間のとこに行っちゃえばいいのに。この下をね、今度作るかなと思っているわけですね。これがいつもの僕のやり方なんですよ。さらにね、地下をね、掘りたいなと思います。からここで下向きに炸裂する。ちょっと天井は壊れない。ここはキッチンするか。食材置いちゃおう。カニ、肉は自分で食いたい。魚置いちゃうかな。魚置いてあげよう。今回はあっという間になくなっちゃうね、これね、きっとね。ちょっともったいないな。ここら辺もったいないな。とりあえず
個しかない。食器、食器がないのね。食器、ダイニングも作りたいところだけど、椅子が作れないのか。まだソファなんだよ、椅子が作れねえのかよ。何ができるかな、何かできるかな。牢屋、牢屋作れるかな。壺があるからね。トイレは作れない。トイレ作れるけどね。でもなんかこれがあるから牢屋作りたい。
腹すいた。お腹すいちゃった。お腹すいちゃったん。お腹すいちゃったん。お腹すいちゃったん。お腹すいちゃった。食え。食え食え食え。食え食え食え。昔ここはね、キノコ部屋にしたんだけどね、キノコなんてできなかったと思うんだけど、もう一回やってみるか。これ掘れないんだよな。まあ、ちょっとね、キノコ部屋は低いところが必要なんだよね。水がね、水がいるんだよね。多少は。ああ、でもダメだ。キノコ部屋やりたいんだけど、あれがないから。ゲーム誌だなとかっていうの持っていくのめんどくさいからやめよう。発酵所を作るかな。発酵所、発酵所は樽、これがあるんだけど樽が持ってきてない。樽持ってくればよかったね。トイレにするか。トイレは作れないね。外、トイレね、トイレね。部屋分けするのが難しいね。部屋分けするのが難しい。はしご付きのトイレ。いや、ちょっと不便だな。
っちだな。ここに1個ドアつけるか。ドアがないか。ドアがないのよね。ドア作れないんだよね。ドアないのかよ。なんだ、もっとあんのかと思ったよ。まあいっか。なんだよ、何もできないね。寝室も作ってないじゃないか。次はできると、ことをやったと。ここにどうやつくことはなかったな。ああ、上から登れない、ここ。ちょっと壊しすぎなんだよ、君。クールですね。早くストーリー進めろよってね、クールクールに訴えて。ここにベッドがあるのにね、ここにベッドがあるのにわざわざ。咲いてる部屋、ここはトイレ、ここトイレダメだよ、ここダメ。そういうのがないんだけど、一応ね、ベッドルーム。ここは花の香る部屋、花を咲いてる部屋。ここにまたなんか部屋を作りたい。作れる部屋がないな。何にもないな。何にもないな。金属工房、金属工房でも作れたらいいな。壺がない。壺があれば作れるんだ。壺と壁、壺。壺がないのか。
壺。樽があれば、ちょっと樽取ってこよう。樽取ってくる。樽のあるところはね、ちょっと樽取ってくる。樽なんていらないなって思ったんだけどね。ここにも壺があるかもしれないから、ちょっと壺取り。壺だらけの部屋は作っちゃえば壺がいくらでも手に入っちゃうからさ、そんなに壺いらないんだけどね、多少はいるんだよね。最低5個あればさ、無限にもらえるんだよ。無限いらないんだけどね。いちいち作るのもさ、できれば避けたい。中に壺があると思うんだけど、なかったかな。なかったね。残念ですね。期待外れだな。期待外れだな。この教会のところになんかあるかな。私はあそこの祭壇ももらっていったんだけどね。
かない。もっと壺があるかなと思ったんだけどな。他に壺がありそうなところはこの海底のところにあったかもわかんないけど、もういいか。育てたいんだよね。どんぐりの木。これとこれを使って。
とアイテム的にはですね、何もできないかな。だね。じゃあリックのとこ行くかと思ったんだけど、ちょっと時間が来てしまったので、今回はここまでということにしたいところだけれども、まあここまでにしようかなね。では皆さん、さよなら、さよなら、さよなら。